ございます。先ほど戸上とゆうべ坂本カブレラより連絡がありました。モザイク内のガソリンで待っているとのことです。外出する場合は外出許可申請を提出してください。おっと、すみません、前を見てなくて。あの、大丈夫ですか？さっきはすまなかったね。大丈夫だったかい？春だ。独房から出てきたということは君も第二コードの人かな。私たちもここに来たばかりなんだ。同じコード同士仲良くしてくれるとありがたい。かわいいだろ。私の自慢の妹なんだ。兄さん、そういうのはやめてって言ってるでしょ。別にいいじゃないか、嘘はついてないだろ。そんなに珍しいことじゃないよ。私たちはこの PT で生まれ育ってきたからね。生まれた時から二人ともこの PT のトガ人だったというわけさ。あれ、君は聞いていないのかい？これからガソリンで先輩たちが新人の歓迎会を開いてくれるらしいんだ。そろそろ始まる頃だと思うよ。私たちも急がないとね。よう来たな。これから協力して戦うことになる仲間たちだ。声をかけたらみんな集まってくれた。何人か来れなかったやつもいるが、まあそのうち会えるだろう。初めて顔を合わせるやつもいるはずだ。しっかり挨拶しておけ。俺たちトガ人が PT の監視から逃れられるのはこのモザイク街の中だけだ。存分に楽しむといい。おう、よく来たじゃないか。待ってたよ。勘違いするんじゃないよ。ただ私がバカ騒ぎしたかっただけさ。たまにはこうやって発散しないとね。息苦しくって嫌になっちまうよ。まあ今日はあんたの歓迎会でもあるんだ。思いっきり発散するんだね。そんなもん決まってるじゃないか。こうやって仲間同士でバカやれることだ。ざっくばらんにできるのはここくらいだからね。そんなの簡単じゃないか。強力な武器を大量に用意して一気にぶっ放す。それだけで大抵はなんとかなるってもんだよ。まそれだけ資源も大量に必要になるけどな。それくらいは自分で何とかするんだね。あ、こんにちは。あなたも間に合ったみたいでよかったです。はい、とっても。何よりもいろんな人にこうやってお会いできたのがすごく嬉しいです。こうやって同じ PT のトガ人同士、分け隔てなく PT 貢献に協力していけるといいなって思ってます。でもなぜか PT 貢献の話題になると皆さん一気にテンション下がってしまうんですよね。兄さんならほら、兄さん
また人工炭酸水にエンナと入れて飲んでるんじゃ。体に悪いからやめてってあれほど言ってるのに。あ、いえ、私は大丈夫です。この後にボランティアが控えてますから。こうやって消費させてもらった資源くらいは自分で取り返さないといけませんもんね。いえいえ、そんな褒めても何も出ないですよ。これも PT 全体の幸福のためですから、皆さんの幸せのためにも一生懸命頑張らないと。お、どうやら間に合ったみたいだね。なんだか不思議な気分だよ。ただ集まって騒いでるだけなのにさ、自然と楽しい気持ちになるんだ。どんなに辛くてもまた頑張ろうって思える、そんな不思議な力がここにはあるんだと思うよ。人工炭酸水に少しエンナトを混ぜると味が引き締まってすごく美味しくなるんだよ。高度を上げればもっと美味しいものが飲めるようになるって言うけどさ、正直私はこれさえあれば十分なんだよね。君も試してごらんよ、きっと病みつきになるよ。あいつならほら、向こうで綺麗な女性と話してるよ。確かニーナって言ったかな。彼女腕っぷしが強そうだよね。思い切り叩かれたらさぞや。いいのかい？やっぱり遠慮しておくよ。いやー、楽しんでるかい？なんだよ、テンション低いな。ほらほら、もっと上げていこうぜ。うわ、お前もこれ飲んなよ。クイッとさ、ほら、クイッといけって。ニーナがおごってくれたんだよ。あー、コーヒーとかつってたっけ。まいぞー。なんつーの、こう全身に染み渡ってくるっつーかさ、やっべえよ、超シャツだよ。すんげー楽しい。よ、また会った。覚えていないのか。まあいい、カイド、よろしくな。そうだな、どのくらいになるか。いろんな奴に会ったのは覚えてる。その分ロスとして言った奴も多く見てきた。あ、悪い、しんみりさせてしまったな。何か面白い話でもするか。悪い、何も思いつかん。よろしくね。貴様だな、ウーベが面倒を見てるってトガビトは。おお、すまん、自己紹介がまだだった。ウーベと同じく新人の教育指導を担当しているセルジオだ。よろしくな、ね。
様の話はウーベからよく聞いているよ。期待の新人だそうじゃないか。だが調子づくんじゃないぞ。大事なのはこれからだ。自らの才に溺れて地に落ちるか、才を開花させて栄光の階段を上るか、全ては貴様の意志の力にかかっている。それを夢夢忘れるんじゃないぞ。なんだ貴様、教育指導に興味があるのか。いい心がけだ。わしのいる高度までたどり着けたら教えてやらなくもないぞ。まあ、あくまでもたどり着けたらの話だ。私は奴と背中を預け合って戦ったもんだ。ああ見えて仲間思いのいい奴だ。あまり気苦労をかけるんじゃないぞ。こんにちは。はじめまして。ごめんなさい、こういうのあんまり慣れてなくて。やっぱり来ない方が良かったかな。友達できるかなって思ったんだけど。またからかわないでくださいよ。そんな冗談笑えないですよ。寂しかったから。私マリーって言います。若輩者ですけどよろしくお願いしますね。まだあまり勝手がわからないですけど、私も楽しもうと思います。そろそろ解散にしようと思うが、大丈夫か？よし、それじゃそろそろお開きにするか。楽しい時間は終わりだ。みんなこれからそれぞれの独房に帰る。お前も自分の独房に戻って休むといい。バイタルに低下が見られます。効率的な貢献を行うために休息が必要です。休息を取りますか。おはようございます。先ほどトガビトマティアス、レオ、ブルーノより連絡がありました。モザイク内広場で待っているとのことです。外出する場合は外出許可申請を提出してください。おい、お前聞いたか？出るんだってよ。幽霊だよ、幽霊。第二階層のセルガーデンに美女の幽霊が出るらしいぜ。超シャズじゃねえか。さっきからずっとこんな調子なんだ。お前からも何か言ってやってくれないか。本当かどうかわからないから探しに行くんだろ。噂の正体を確かめればいい資源がもらえるらしいんだよ。
な、頼むよ。一緒に探しに行こうぜ。さすが相棒、話のわかるやつだぜ。勝手にしろ。俺はガソリンでゆっくりしてるさ。ところでセルガーデンに行くにはどうすればいいか分かってるんだろうな。そこからか。ま、情報屋のエンツを紹介するいい機会だな。資源と引き換えに情報を教えてくれる男だ。第二階層のローストリートのどこかにいるだろう。場所を探すぐらいは自分ですることだな。よし、じゃあそのエンツを探しに行こう。俺は先に行ってるぜ。よう、俺に何か用か。俺がエンツだ。この PT 内のいろんな情報を取り扱ってる。例えばこんな情報だ。そっちのお前はマティアス。噂になってるぜ、人一倍おめでたいトガビトが入ってきたってな。なんだよそれ。それからお前、聞いてるぜ、何でも優秀なんだってな。不公平だ。知ってるぜ、お前たちが探しているセルガーデンもそこへ行きたがってるわけもな。だがただでは話せねえ。情報は大切な商品なんだ。何を出す？資源と引き換えに教えてやってもいいぜ。安心しな、出した資源に見合うだけの情報はしっかりくれてやるよ。毎度。そのセルガーデンなら第二階層にあるぜ。以上だ。それだけかよ。言っただろ、資源に見合うだけの情報はしっかりくれてやるってね。こいつ足元見やがって。マイト、ほらよ、これがそのセルガーデン区画へのパスコードだ。セルガーデンは常に動き続ける変動区画だ。入り口は場合によっていろんな区画につながる。だが特定の区画に入るにはパスコードがいるんだ。このパスコードを持っていれば入り口をお前たちが行きたがってる区画につなげられるぜ。本当か。ああ、 100% の真実しか提供しない。それが俺の信条だ。よし、じゃあ俺は先に行って待ってるぜ。よっしゃ、早速美女探しに向かおうぜ。このセルガーデンへの立ち入りは一切禁じられています。え、なんで？当たり前だろ。そうじゃなきゃこの階層には来れてないってな。権
理は解放してあるはずだろ。なんで入っちゃダメなんだよ。これ以上警告を無視した場合は安全保障局に通報します。そうするしかなさそうだな。仕方ない、一度戻ってウーベに聞いてみるか。ガソリンにいるって言ってたよな、確か。美女の幽霊とやらには会えたのか。どういうことだ、権利解放は済ませていたんだろう。となるとその区画に何か見られたら困るものでもあるということ。ま、必要以上に深入りしない方がいいだろうな。例の噂も真実を探らせるためにフラタニティあたりをばらまいた嘘かもしれない。今回の件はすっぱり諦めることだな。フラタニティっていうのは、ま、はぐれ者の集まりみたいなもんだ。何でもやる連中でな、 PT の監視の目をかいくぐって裏ルートで武器や資源を取り扱ってもいる。あまり関わらない方がいいだろう。とにかくその美女とやらのことも忘れた方がいいぞ。おいおい、ちょっと待てよ。俺のメガネをどこに隠しやがったんだ。お前たちがやったってことくらい分かってんだぜ。おいおい、他人に罪をなすりつけるつもりかよ。別にいいんだぜ、安全保障局の奴らに通報したってよ。ま、弁償をしてくれるってんなら話は別だがな。まったくだ、イチャモンつけてんじゃねえよ。あのメガネは高かったんだ。ケーキに換算するとざっと50万円はくだらねえだろうな。そんなの払えるわけないだろ。払えないな。また第一行動に逆戻りだな。コードに戻るだって？おいおい、なんて顔してんだよ。悪い悪い、今の話は全部冗談だ。ウーベが教育してるって言うからどんな奴らなのかからかってみたくなっただけさ。ウーベを知ってるのか？うん、自己紹介がまだだったか。俺はカルロスだ。ウーベとは長い付き合いでな。お前たちのこともウーベから聞いてたんだが、にしてもあの困りきった顔。うるせえな。元はといえばお前が悪いんだろうが。だから悪かったって。その代わりアクセサリーを騙してセルガーデンに入る方法を教えてやるからよ。そんなバカでかい声で話してりゃ聞いてくれって言ってるようなもんだぜ。本当にアクセサリーを騙す方法を知ってるのか。
当たり前だろう。実は。ダメだ。マティアスを見るたびにあの顔を思い出して笑いが。いい加減にしろバカ。ようやく落ち着いてきたぜ。簡単なことさ、シビリアンと仲良くなることだ。シビリアンなら誰だっていい。そいつにアクセサリーを改造してもらうんだ。アクセサリーを改造？そんなことして本当に大丈夫なのかよ。大丈夫も何も、大抵の奴らはそうしてるぜ。まともに貢献活動なんて言ってる奴の気が知れねえよ。シビリアンか。あれ、そういえばユリアンだっけ。この間のボランティアで助けたシビリアンがいたよな。わざわざお礼に来た。あいつに相談してみるのもありかもな。ユリアン、そういや、そんな名前のシビリアンはよくザッカーで見かけるな。よし、ザッカーだな。確かに面白い儲け話じゃあるが、残念ながら俺はここの PT の人間じゃないんだな。セルガーデンには入りたくても入れないのさ。またそうやってつまんねえ冗談を。もう騙されねえからな。まあどう思うかはお前らに任せるわ。そのうちウーベにでも聞いてみるんだな。情報渡してやったんだ。報酬が手に入ったら俺にも山分けしてくれよ。じゃあ俺はとりあえずザッカーにユリアンがいないか見てくる。お前も後から来いよ。